2024年フナイパッチン練習日。今年も大分七夕祭りの季節がやってきた。第40回を迎えるフナイパッチンのテーマは勇猛果敢、未来への新たな挑戦。連日の猛暑日が昨日まで続き、今日は打って変わって線状降水帯が北部九州にかかる梅雨末期の天気となった。今年の参加企業のパッチンは13機が予定されている。新型コロナウイルスの影響で世界中が疲弊してしまったフナイパッチンも2020年から2年間開催を見送った。雨の中、開始30分前から参加者が集まってきた。スタッフも踊りで着用するハッピを持って受付に集合する。2階玄関に参加者が集まってきた。祭りの概要としてウィキペディアは、祭祀・祭礼の形は世界各地で多様な形を示す。そして原初の祭りは一つの信仰に基づいていたと考えられる。すなわち豊穣への感謝、祈りである。ジェームズ・フレーザーの禁止編では生命の死、再生を通して考察された。農耕社会においては収穫祭が古いものであるが、その他にも祭壇に動物の生贄を捧げる形式があり、共に命によって豊穣を得られる信仰がうかがえる。禁止編に載せられている例で言えば、ヨーロッパのキリスト教以前の色を濃く染めている風習の一つで、収穫した穀物を使い人形状のパンまたはクッキー、人体の象徴を作り分割する祭礼があり、生産との類似が指摘できる。キリスト教、仏教などの世界宗教にも祭礼が見られるが、教義より儀式、慣習によるところが大きい点で、祭りの要素は本質的に民族宗教に顕著であるとも言える。狩猟民族でも獲物を捧げ豊漁を祈願する儀礼が見られる。熊送りなど、また先にも述べたが、キリスト教の復活祭やボロブドゥール遺跡で行われているワイシャックのように、キリスト教、仏教などの世界宗教に基づく祭りもある。一方、アングロサクソン諸国のハロウィーンなどのように世界宗教以前の信仰に基づくものや、世界宗教が伝来した各地で集合した形で伝わっている事例もある。本番ではお揃いの法被をまとい、メイクもして約2時間踊り続ける。何人かの審査員が踊りの上手い人に札をかける。札の数が多いほど上手い踊り手の証となる。担ぎ隊は若者が担当する。かなりの運動量になる。
練習の後半には一体感が出てきた。練習が終わる時間には雨も上がっていた。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
work at this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything.